ばんは、かなたです。皆さん、星野源さんのうちで踊ろうというのはご存知でしょうか？多分ね、ご存知の方も多いと思うんですよ。星野源さんがね、うちで踊ろうっていうね、曲の動画を SNS にこう上げてらっしゃるんですけど、その動画を使っていろんなアーティストの方々がね、踊ったり演奏したり、それこそあの YouTuber の方もそれを使って動画を作ってらっしゃり、今ね、やっぱ大変な時期だけど、みんなうちにいてうちに踊ろうよみたいな感じのメッセージがある曲なんですけど、まあ、その曲を僕も見て、なんか僕も参加したいなって思ったんですよ。その動画を使って何かできないかなと思ったんですけど、まあ僕歌えるわけでもないし、かといって楽器ができるのかって言ってもできないし、踊りもできないし、どうやったら参加できるかなって思って、僕はあの動画を作るっていうのはやっぱ好きやから、星野源さんの動画を使って僕なりに動画を作ってみました。最後まで見ていただけると嬉しいです。ではどうぞ。たまに重なり合うような僕ら、扉閉じれば明日が生まれるなら遊ぼう一緒に。うちで踊ろう、一人踊ろう、変わらぬ鼓動を弾ませろよ、生きて踊ろう、僕らそれぞれの場所で重なり合うよ。うちで歌おう、悲しみの向こう、すべての歌で手をつなごう、生きてまた会おう、僕らそれぞれの場所で重なり合えそうだ。いただきありがとうございます。まあ、この動画を作るにあたってすごい悩んだんですよ。星野源さんを半分画面に出して、半分なんかその前チャンネル名募集の時に作ったようななんかちょっと漫画っぽいやつ、コメントで実写漫画って書いてくれてた方がいたんですけど、そういうやつを半分画面でやろうかなとかも思ったんですけど、なんかその全然ピンとこなくて、僕は両親の耳が聞こえへんから手話ができるんですよ。手話ってなんかこう報道とかの隣でこう手話通訳の方が手話されてるのがすごい皆さんイメージあるんじゃないかなと思うんですけど、なんかそれだとちょっと硬いなって思っちゃって、僕が隣で手話をやるとちょっと違うなと思ったんで、手話をこう視覚的にも楽しんでもらえて、なおかつこの動画の星野源さんの動画のメッセージが伝わればいいなと思って、今回こういう動画を作りました。皆さんこう今家にずっといるじゃないですか。そうなってくるとやっぱここ出てえなとか遊びに行きたいなとかやっぱあると思うんですけど、今は本当にみんな協力して家にいる時期だと思ってます。暇だなって思ったりもすると思うんですけど、今までこう忙しくてできなかったことってあると思うんですよ。僕だったら映画を1日5、6本連続で見るとか、ひたすら好きなアニメを見続けるとか、ずっと好きな音楽を聴いてるだとか、そういう時間にしてもいいのかなと思います。僕も今動画を撮って投稿してるんですけど、まだそのしっかりこうこれしようあれしようみたいな大型企画みたいなのはないんですけど、いろんな動画を皆さんに届けられるようにと思ってます。ではまた次の動画でお会いしましょう。